その学説はどんな学説？我が輩が唱え出した精神科学の内容かね。そりゃとても大変な質問だ。なかなか一朝一夕に説明しきれるわけのものじゃないよ。しかし要するに、今日までの精神病の研究法を根本からひっくり返した生き方だということは断言しておいてもいいね。まず人間の脳髄の作用から研究し直して、脳髄は物を考えるところという従来の迷信的な学説をどん底から訂正する。それからその新しい脳髄の作用に反映していく精神の遺伝作用を明らかにする。そこで出来上がった精神解剖学、精神生理学、精神病理学から観察診断した最も分かりやすい、最も興味深い精神病患者の標本ばかりを集めて、我が輩独特の精神的なランチと刺激を応用した治療法を試みてみたいと思っているんだがね。どんな標本が集まるか、どんな騒動が始まるか、我が輩自身にも予断できないんだよ。